安倍史郎は日本の実業家、プロレスのレフェリー、悪徳レフェリーとしてプロレス界に一時代を築いた。福島県出身。東村山市で芸能プロダクション、大和プロをエゴタ駅前でスナックを経営。北島音楽事務所や全日本女子プロレスの興行にプロモーターとして関わっていた。北島サブロにはとても可愛がられていたという。 1970年代から全女のレフェリーを兼任し、全女の試合を放送していた、富士テレビの人気番組、俺たち氷金属」族の一コーナー、氷金プロレスアワーの極初期にも、レフェリー兼、リングアナウンサー役を務めている。1980年代初頭、デビル・マサミが率いたヒール軍団、ブラック・デビルの末期に、突如として、 デビル軍団側に肩入れする不公正なレッフェリングをし始めたため、上田新次コミッショナーは狂気使用禁止令を下すとともに、安倍にもしばらくの出場停止と研究処分を言い渡した。その後、狂気使用禁止令を遵守しようとするデビルと狂気の使用にこだわるダンプ松本、マスクドユーとの間で対立が発生。号を煮やしたデビルはデビル軍団の解散を宣言する。 デビルに無本した松本と、優が、新たなヒール軍団、極悪同盟を結成すると、今度は、下積みを強いられてきたダンプがかわいそうだからと、極悪同盟に加担する。以後は度重なるコミッショナーの警告を受けながらも、と、極悪同盟を徹底的にひいする、ある種の名人芸とも呼べる極悪レフェリングを展開し、果ては極悪同盟とお揃いのコスチュームで一緒に、 現れる悪徳レフェリーとして、当時、人気絶頂にあった、クラッシュギャルズをはじめとする、ベビーフェイス勢を大いに苦しめ、会場のファンからの怒号を集めた。ダンプも安倍に関して、安倍ちゃんは、今でも私にとって、とても大切な仲間です。と自身のブログ内やインタビュー等で語っていた。安倍の悪行を実況席から師断し続けた、アナウンサーの志、イクノーン夫とは、 実は、窮地の中である。めちゃにイけてる。の、格闘女神メカコーナーで、岡村隆史憤するレフェリー、岡村史郎のモデルになり、また、同コーナーでの極楽トンボ憤する極楽同盟と、現役女子、プロレスラーとのタッグ対決では、本人が登場して、王子を彷彿とさせる極楽同盟ウィーキのレフェリングを披露した。晩年は、岩ジャパンを主戦場としていた。 日刊現代のインタビュー、あの人は今こうしているでは、レフェリーとしてギャラの支払いをほとんど受けていなかったこと、松永兄弟に対して巨額の売掛金があり、うやむやのまま結局未収になったのみならず、全女の借金の保証人だったため、2008年に東村山市の自宅を差し押さえられたことなどを愚痴っている。01マックスのメインレフェリーを務めた安倍晋介は息子で、 父とは異なり公平で正当派なレフェリングである。2009年7月9日、新宿フェイスで行われた、野沢ボン BAA5 のクラッシュギャルズ25周年メモリアルマッチ、長読みノルライオネス鉱山 VS ランプニギクブルサカイの試合をもって、レフェリーを引退し、芸能プロダクションと立川駅前のスナックの経営を行う。 また故郷である福島でプロモーターをしていたこともあり、レフェリー引退後も、2012年1月8日のブル、中野引退工業、2014年3月22日の長与ちぐさプロデュース工業に参加し、下変速カウントなどの王子のレフェリングを披露した。2014年5月31日放送の、めちゃ池では、9年ぶりに行われためちゃ女のメインイベントである、新、 極楽同盟の試合にて、レフェリーとして、再び登場した。同じ時期に、WNC の祖父と今井が安倍に、弟子入りし、以降は、レイナにおけるダンプや堀田美子らの試合で師匠を、彷彿させる悪徳レフェリーぶりを発揮している。2017年4月25日午前、肺炎のため死去。76歳坊津。ありがとうございます。